聞いていいかわからんけど、イオリもともと大きかったの？私はね、だいたい中学校ぐらいの時からもうきちんと下着もサイズがあるものをつけて、で、高校生ぐらいではもう結構、何カップぐらいだったかな？あったね。私本当によく覚えてるのが、まあ、高校生って何カップなのみたいな感じで、なんかだいたい胸のカップ数とか、興味が出てきて、自分も下着をつけ始めて、まあ中高、まあ小学校、高学年でつける人ももう今はいると思うけど、で、そういう話をして、誰かがここでアイテムを集めていたようだ。〇〇カップだよって言って嘘つき呼ばわりされたのを永遠に覚えております。全身見せて、まあこのぐらいかな。よいしょ。